手29の口座から1600万ドル以上、約24億5000万円を不正送金したとして、銀行の疑いで連邦検察に訴追された元通訳の容疑者39の弁護士が12日、日時間13日、同容疑者の保釈後に声明文を発表した。弁護士のマイケル・フリードマン氏は、日、水原氏は、自発的に降伏し、1回目の出頭をし、政府と合意した保釈金で釈放されました。彼は引き続き、法的手続きに協力し、できるだけ早くこの事件を解決して、責任を取れるよう、政府と合意に達することができるだろうと希望を持っていますとコメントしている。また、接触禁止となっている大谷についても、彼は、大谷氏、MLB、そして彼の家族に謝罪したいと申しておりますとし、法廷でも述べたようにに対する治療を受けることを、切望しています。水原氏は、法的手続きが進むにつれて、さらなるコメントを提供する予定です、と続けた。この日、ロサンゼルス連邦地裁に出廷。ファンからの審問を受けた同容疑者は、保釈金2万5000ドル、約380万円の納付と、大谷との接触禁止、パスポート返納、依存症のプログラム治療などを条件に釈放された。地裁前には、約100人の報道陣が待ち受けたが、予定されていた会見は中止となり、声明文での対応となった。次回は5月9日、同10日に、罪状認否に臨む予定だ。